です。今日はですね、軽いあのこれスポンサーの何もついてないですね。わかりますね、宮城石井拓郎さん、分かってるでしょ。分かってます。そこボケるとさ、おかしいぞ。ゲスト迎えてるのかな。そうですね、ちゃんとしようかな。そうです ね、ちょっと緊張なさってる、はい、石井拓郎さん、はい、いらっしゃい、よろしくお願いします。お願いします。もう高校は甲子園行ったりとかね、いろいろあったけども、はい、ドラフト何位で入ったんだっけ。ドラフト外です。でも高校の時プロ行きたかったでしょ。行きたかったです。ドラフト外って言われてどう思った。最初やっぱり外ってなんか外れみたいで、抵抗はありましたけど。お前の性格だったらあるやろな。いやいや、でもある程度ね、高校3年夏終わった時点で、あ、ちょっとプロの世界難しいかなと思って。いや、大学、いやマジでそう思った。力があると思ってなかった。行ったらできると思ってなかった。力あるっていうか、結局は胃の中の蛙っていうか。なるほど。やっぱり2年の夏に甲子園出たんですけれども、うん、やっぱり僕2年の時出た時って1個上で、まあ、イラブさんをはじめ、森田さんとか、一緒にいる野村博樹さんとか、それ以外でもね、すごい名を馳せたというか、名プレイヤー人たちが参加大会だったので。でもさ、それ比べてさ、自分が劣ってると思った。いや、野球選手として総合的に見てよ。だってもうピッチャーもできればバッターもできたわけだよ。まあでもやっぱり甲子園出て、僕栃木県で育ったんですけども、栃木県の中ではその県内屈指とかいろいろ騒がれた中でも、いざやっぱり全国に出てみたらすごい人たちがいっぱいいるんだなとは思いました、はい、でも入るきっかけになったのは何なの。おそらく甲子園で少しこう気にかけてはもらってたらしいんですけど、ただ僕が太陽に入ったきっかけっていうのはスパーでエジンさんだったんですけど、僕の1個下に麦倉っていうピッチャーが佐野日大にいたんですよ。後阪神に入って、今それこそ佐野日大の監督に今年からか就任して、今監督やってるんですけど、その麦倉をと僕は志向、芦川工業で、練習試合やります、で、その麦倉を江尻さんは見に来たらしいんですけど、麦倉が投げずに、で、僕が投げてて、その僕を見て、いいなと。まあ、キレのあるカーブを投げてるなっていうのと、あとはバッティングの打ってからのファーストに走る速さだとか、まあ、そういうのをなんか見ててくれてたらしいんですけど、ただプロとして取るんであればピッチャーっていうところで、まあ、そういう方が来てるっていうのは一応知ってるはいたんですけれども、ただ3年生の夏の大会で、まあ、元ヤクルトの監督だった真中と同級生なんですけど、あとの後その当時オリックスにドラフトで入った高島とかキャッチャーキャッチャーやってるがいる宇都宮学園にコールドが負けたんですよ。ベスト16で僕ここに打たれて、まあそれで僕の中ではまだプロは無理だなと思ったんですよね。でもピッチャーとして入ってさ、はい、バッターに転向する場面があるじゃない、はい、ピッチャーとしてはもう限界を感じてた。何年間ピッチャーやったんだ。3年間です。いや、僕はだから高校でその打ち込まれた時点でピッチャーもやめようと思って、大学進学したら、ピッチャーやめて野手の方で行きたいっていう思いがすごく強かったんですよ。ただそのスカウトのエジーさんがピッチャーとして評価してる、ドラフトにはかからないけれども、もうさらから太陽の場合は、ドラフトにはもうかからない、ただ外で良ければ来てくれっていう話だったんですよ。いや、俺はね、江尻さんってさ、スカウトの人がいて、で、その上に木庭さんって広島から来た、もうスカウト名人というかさ、ものすごい発掘する人が、うまい人がいて、俺その人にタグの話聞いた時に、あいつはね、ドラフト外だけどどっちでも化けるよって。でも俺はまあ今ちょっと方針でピッチャーをやらせてるけど、必ず野手の方がいいわ、野手だったら成功するわ。でも本人がピッチャーやりたいのかなっていうような感じで
俺は桐山さんと話した時に、はい、あいつはいいよとは聞いてた、はい、でマウンドに上がるじゃない66番つけてなあ、はい、でも勝ってるんだろ一勝はしましたけど、うん、それ何年目にしたの1年ですだから早いよな出てくるのが早いっていうか板橋さんが覚えてないかもしれないですけど僕開幕1軍だったんです知らない1年目僕1年目89年がちょうどジャイアンツが横浜スタジアムで優勝決めた年なんですよ、うん、だから僕ちょうど優勝決めた瞬間にブルペンにいて、うん、横浜スタジアムのブルペンでライトスタンドの下にブルペンがあって、うん、その扉のところがちょうどこういう球場を見れるスペースの金網であってで僕はその優勝の瞬間をそのブルペンからグラウンドをこうやって見てクロマティが外野に走ってきて万歳三振してるのを僕生でこう今までブラウン管でしか見れなかったのはこれ生でジャイアンツの優勝見ちゃったよみたいなでもジャイアンツファンだから手だったらしいじゃんいい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